全てはお客様のうまいのために、クオリティ&チャレンジのアサヒビールと松田の提供でお送りします。拍手お願いします。集まった若者たちはそれぞれに個性あふれる器を手にしていた。彼らの笑顔はこのイベントの主催者に向けられている。ういと言います。せいけやんいけやん。陶芸家青木亮太はいたずらっ子のような風貌の持ち主だ。乾杯。全国150人余りの若き陶芸家たちに声をかけたのには訳がある。日本全国のせめて若い人たちだけで陶芸家が集まって仲良くなろうよって、そしたら陶芸界ちょっと活性化するかなと思って。31歳の若さで年間10回の個展をこなす才能。作品はどれも皆優れてユニークだった。斬新な発想が伝統を生んできたのだとすれば、ここに新たな伝統が芽吹こうとしているのかもしれない。際立つのはまろやかさとシャープさを併せ持つその質感だろうか。陶芸という言葉の持つ古めかしさを青木の作品は覆す。見てて見とれてしまうところもあるんで、で、まあ、彼の表現とかが好きですね。形にね、迷いがないというか、そういったところのこう審美眼というのがあんまりこうずれてない、ブレてないなっていう感じがあって、だからやっぱりニュータイプですよね。今売り出し中の陶芸家は人里離れた工房で四六時中土と向き合っていた。仕事場に流れる音楽がなければ、それはまるで修行僧のような日常に移る。あの国旗はなぜ？あれ、日本代表を目指して自称日本代表で陶芸でそので世界でこのメイドインジャパンをちょっと持っていこうと思って、世界のアートシーンで戦いたいなと思ってどんどん攻めてきました。この夏、青木は自信作を引き下げてニューヨークに向かった。はい、26th Street, 10th Avenue。 アートの拠点は彼の作品をどう見るか。窯の中で点滅する器、その偶然を見逃すまいとする真摯さと土と戯れる軽やかさ。岐阜県土岐市、古くから美濃焼で知られるこの山里に青木の工房はある。気鋭の陶芸家が作品を生む夢の工場はひどく質素だった。特別なことがない限り毎朝9時には姿を見せる。戦前からあったという馬小屋を借り受けたのが8年前。自ら内装に腕を振るい、作品を焼き上げる電気窯も3台備えた。現在弟子が4人。陶芸家となってから青木はなぜかターバンを巻いている。これはめるとシャキンとするんですよ。朝よし行くぞってスイッチですね。その中身ってのはどうなってるんですか？これシークレットですよ。これこれもまた、この日は真っ先に釉薬の準備にかかった。
釉薬と呼ばれる釉薬は高熱でガラス質に変化する。青木の持ち味は釉薬の使い方にあった。ガラス質のベースとなる蝶石の粉末に色彩の色を決めるさまざまな鉱物を加え、水に溶いて入念に攪拌する。これが僕の秘伝の樽なんですよね。その使い方がポイントだ。本来ならば釜に入れる前に器にかける釉薬を土の段階から練り込んでいく。それは青木が編み出した技法だった。普通の器ってのはこう釉薬がコーティングされてる状態なんですね。そのガラス質のが、それを僕は中の方に入れて、中から釉薬を溶け出して、この独特のツルツルの素材を。内部から表面へと溶け出すガラス質が器にもたらす独特の風合い。この技法を見つけ出し完成させるのに2年かかったそうだ。釉薬の工夫は他にもある。まず器全体に色のない釉薬をかけ、例えばその縁に黒を発色する釉薬を重ね塗り、これが1230度の釜で焼かれると器の表情は一変する。お、いい感じじゃないですか。あ、これはいい感じで溶けて流れた黒は黒であって黒ではなかった。試行錯誤から生まれる予期せぬ味わいの深み。びっくりさせたいですよね、見た人みたいに。僕もびっくりしたいです、うん、今までの陶芸じゃないものを見たいなと。陶芸家となって8年、青木は釉薬のオリジナルレシピをすでに40種類もストックしていた。プロの陶芸家の中でその多彩さは飛び抜けている。そしてこの日も新たな調合に思いを巡らせていた。熱によって色を帯びる鉱物は無数にある。だから組み合わせは無限。化学の実験を思わせる慎重さで青木は微妙な調合に取り掛かった。わずか 0.2 グラム刻みで鉱物の量を変えた釉薬が20種類。見た目には同じ黒だが高熱に焼かれると発色に大きな違いが現れるらしい。こいつとこいつの間に何かがあるなと思ったんで、ここ行ってみようと思ったんですよ。それで 0.2 グラム刻み。そう、何も変わらなかったりして。でも今までの経験だとそう変わってるケース、何かあるんですよね。やってみなければわからない。新しい表現はいつも手探りの中から生まれるのだ。丸1日かけて焼き上げた。じゃあ釜出ししましょうか。お、ほらちょっとキンキン出てるでしょ。いいんじゃないこれ。偶然を楽しみ、偶然を生んだ調合を己の技法として確立していく。その積み重ね。
面白いでしょう。旺盛な実験精神が作品に幅を与えている。泣き目ですよね。いや本当遊んでるようなもんですもん。これ仕事してる感覚あんまりなくて、本当好きなもの作ってるだけですもん。工房から自宅までは車で5分。気ままな一人暮らしを送る青木は、台所に立つ時も自分がたどり着いたレシピに忠実だった。オリジナルですね。これもうチーズの配合になってますもん。今回3種類、だいたいカルボナーラを作るとしたらパルメジャーノ・レッジャーノだけを使うのが多いんですけど、じゃじゃじゃん、これが一番美味しそうに見えますから完成。料理も器も全て自前だ。いただきます。うまいですいつ食っても美味しい。1978年、富山県の生まれ、サラリーマンの家庭に育った。幼い頃から絵や漫画を描くことが好きだった。遊びほうけた大学時代の終わりに、ふと自分の未来を考えた。このままでいいのだろうか。服飾やアクセサリーの創作に没頭するが違和感があった。そんな頃陶芸と出会った。土触った瞬間に、うわこれしかないっていう瞬間があったんですね。今までいろいろやってきた中でも一番の衝撃があって、いろいろ遊んできたんで、もう遊ぶのはもうこれから一切やめて、もうこれだけに集中しよう、もう陶芸と心中しようってその時決めて、そこからもうがむしゃらにやってますね。陶芸研究所で2年間焼き物を学び、以来無我夢中で走り続けてきた。緑まぶしい6月、青木は個展の準備に追われていた。ギャラリーはアートの本場ニューヨークは、僕の代表的な形で初個展会やってる、こういうラインが綺麗なボールがあるんですよ。それにいろんな釉薬を、あった釉薬をかけて発表しようかなと思って、まあ最低でも40種類ぐらい、まあベストがあるんで、すごいやつらが、それはまず持っていきたいなと思って。お、ギリギリセーフかも。青木の中で際どい均衡を保つ若さと自信。焼き上がった器にもまた派手さ一歩手前のバランスがあった。ニューヨークの個展に向けて、また実験精神が頭をもたげる。地元の先輩陶芸家と山に入った青木は、焼き物に使えそうな自然の粘土を探した。これ赤いのも使えるんじゃない？あ、いい。いいですか？あります？これいいわ。あ、これいけますこれ。いけるだろう。これいいですね。すごい粘りはする。これいいよ。これ使えますね。これいい。これ使える。あ、いいとこ見つけたね。これすごいいい。ありがとうございました。オッケー。オッケーです。これ焼いてみます。うん、焼いてみ。長い眠りから揺り起こされた土は、青木の手の中で面食らっていたかもしれない。その声に耳を澄ませながら、土に新しい命を与えていく。今回は先輩陶芸家のガス釜を借りようと決めていた。電気釜の熱とガスの炎がどう違うのか、物は試しだ。あ、ありがとうね、タコ。結構先生、油厚めにかけてる？そうですね、下地に灰油かけて。灰油かけるとなんかいいことあるの？流れとかってあるんですかね。流れる？うん。先生、ちょっと質問なんですけど。あ、いいよ。先生、引き出し袋の下に灰油をかけるんですか、先生？
うん、半透明みたいなもん。はい、そう考えるとどういう効果があるんですか。本当、そこにグラデーションができるじゃん。一つ深みが出るじゃん。これ樹木を焼き、その灰を水にさらした灰油は日本古来の釉薬の一つ。初めて見ました。これ入ってこんなんですね。そうやっぱ市販のもの違うな。全然違うよ。全然違うものなんですね。綺麗だろ。綺麗め。歳月に鍛えられた知恵と青木独自の釉薬が同じ器の表面で混じり合う。結果は未知数だ。ガスによる炎にこだわったのも昔ながらのやり方に対する好奇心だった。ときめきを胸にして待つこと9時間。釜の温度を気にかけながら青木はタイミングを測っていた。今何度？79です。80になったら行こうか。はい。温度計が1180度を示したところで釜を開ける。釉薬が溶けている途中で器を取り出すのは16世紀末にここ美濃で生まれた技法だった。炎が収まったところで水に入れ一気に冷やす。でもかっこいいよこれ。これいいよね。伝統と現代の融合。見たこともない艶と色彩をたたえた器たち。けれどそこにはやはり青木らしい大胆さと勢いが顔を覗かせている。一回やったことあるんだけど、初めての技法に熱中していたところへ憂鬱な知らせが飛び込んできた。ボールか。あれがまた今回全滅しちゃったらしくて、どうしたものかと思って。古典用の作品を焼いていた電気窯に不具合があり、温度のコントロールが狂ってしまったという。器の表面にはひびや気泡が生じていた。とても出品できるような代物ではない。お前った800度。ニューヨークの個展まであと1週間。このままでは作品が足りない。初めてニューヨークで開かれる個展まであと1週間。青木の作品作りは追い込みに入っていた。楽しみですよね。アメリカ人びっくり差し上げたいですよね。どうだろうできるかな。呆れたことに切迫したスケジュールの中で新しい技法を試そうとしていた。手作りの小さな釜にすでに焼き上がり完成した器を入れてもう一度焼く。普通陶芸って1回しか焼かないんですけど、やっぱり何回も焼くことによって表情が変わってきたりして、そんな面倒くさいことやんないです。面白いですよこれ。少年のような好奇心。
どのような変化が生まれるか、答えなど誰も知らない。ゆっくりと熱を冷ますために上からもみ殻をかける。最後にバケツで蓋をした。どんなんできるかな、楽しみだね。これ器は刻々と表情を変えているはずだ。7月、ニューヨークに降り立った青木は出発直前に焼き上がった作品たちを抱えていた。他の作品はすでにギャラリーに送ってある。おはようございます。はぁ、着いた。ほやほやでしょ。ほやほやですよ。もうそれ一番最新ですね。お披露目を待つ70余りの作品にひときわ異彩を放つ黒い器が加えられた。何度も焼かれバケツの中で転生を繰り返したあの器、青木はブラックジュエリーと命名していた。個展のタイトルはセラミックラボラトリー陶器の実験室。審美眼を持つアメリカのアートファンたちは青木の試みをどう見るのだろうか。I couldn't figure out how he made like the metallic ones, but a lot of them looked really cool. Like the ones that kind of had bubbles on them, it looked like craters on the moon or something. It was awesome. Thousands of years already, but you can still create something new with this kind of a thing. So that surprises me really.その斬新さは高く評価された。手応えありまくりでしたね。いい感じです。まだ始まったばっかりなのでじわじわと浸透しててもらいたいと思います。個展を終え工房に戻ると再び釉薬の調合を繰り返す日々が始まった。あるところから陶器のオブジェを作ってほしいと依頼されている。その眼差しが目には見えないものを探していた。手にしていたのは昆虫図鑑。いたずらっ子のような瞳をくるくるさせて湧き上がるイメージを追いかけ始める。陶芸家青木亮太は依頼されたオブジェの制作に没頭していた。試作品の一つが焼き上がる。昆虫図鑑に触発されたイメージは密教の宝具を思わせる不思議なオブジェに結実していた。ひょっとすると青木のターバンは情熱の炎で見えないものに形を与える特製の釜なのかもしれない。止まりたくないですもんね。新しいの見たいのでもやもやします。やりたいことはこれとこれとこれでつって